一体何がどうなっとるんや。なんで知らん奴がわしの計画知っとった。おい、どういうことや真島。さっきの電話の男、多分あいつは俺が捨てたもんを拾ったんや。公園のゴミ箱から。ああ、俺があんたから取ったほぐし会館の制服、身代わりにするつもりやった女の写真、俺がそれ捨てたとこ、その男はどっからか見てたっちゅうことや。そういうことかいな。それつこて誠の死体を偽装したんやな。けど何者なんや。もしかしてお前の雇い主とちゃうか。ちゃう。俺の雇い主やったら本人が電話してくる。電話の音が別口や。けど俺が誠の殺し命じられとんのは承知しとる口ぶりやった。となると前にここに来たヤクザどもか。まずその関係やな。電話の男は俺と取引したい言うとった。やつの欲しがっとるのは牧村誠っちゅうことや。どないする。相手はグランドで俺を待っとる。あんたはあの子についててやれや。そらええけど、お前一人でのこのこ出ていくんか。相手はお前を待ち構えとるんやで。これ以上うろちょろされたら目障りやからな。それに奴に聞けばあの子が方々から狙われとるわけもわかるはずや。そろそろ蹴りつけたる。どうも、真島さん。お前は。その節はお世話になりました。お店の中にうちの組長がお邪魔しております。組長。ええ、先ほど組長からお電話差し上げたかと。牧村誠の死体お受け取りになられましたよね。どうぞ、親父が待ってますから。
ここええやろ。あ、あかん、わしのも触ってな。やるん、もうほんまに特別ですよ。え、ちょっと立ってるやん。当たり前やん。ちょっと嫌や、やめて。せやったらいくら払えば揉んでくれるん？せやな。じゃあ1万で1秒。ほんまか。なら100万で100秒や。当店はみだらな行為は禁止です。お客様。支配人。ほう。あんたが真面目くんかいな。固いこと言うなや。場がしらけてしもたやんか。ですが、それが当店のルールです。はいはい、そりゃエロすいませんでした。支配人怖いな。な。当たり前や。他の客の迷惑になるような真似されて、支配人として見過ごせるわけないやろ。ちゃうねんって、そない乱暴なことせん。これでもちゃんと筋通してますし、実はお店の人に頼んで貸し切りにしてもらったんや。わしらの会話、あんたも他のもんに聞かれたないやろと思ってな、人払いしといたんや。これでも気ぃ使てるんやで。まあまあ座ったら、たまには自分の店で飲むんもええもんとちゃうか。何もんや。わじゃな、鬼人会中看板掲げさせてもらってる西谷ってもんや。鬼人会？こっちの欲しいもんは分かっとるやろ、真島くん。牧村誠ちゃん、あんた、あの子どこに隠しとんのや。前にうちの若いもんが誠ちゃんさらいにハリシンとか言ったやろ。せやけどあんたが手に負えん言うてな、結局わしが出てこなあかんようになってもうた。お前があのボンクラどもの頭っちゅうわけか。あんた強いらしいな。わしゃ強い男は大好きやで。せやけどそんなあんたが女一人殺せんでえらい困っとる。もう見てられへんで、かわいそうにな。何言うとるんや。まあカリカリせんと聞いて。わしらが欲しいは誠ちゃんの命やない。あの子とちゃんとお話ししたいだけなんや。せやから誠ちゃん、わしらに渡してもらえんかな。なえやろ、あんたは雇い主に蒼天堀の死体が誠ちゃんや言うたらええ。相手は佐川やろ、キャバレーグランドの裏のオーナーさんや。あのアホに死体が別人やなんてバレやせん。わしは口の堅い男や。誠ちゃんさえこっちの手に入れば誰にも秘密は明かさん。墓まで持ってったるわ。お前らなんであの女狙うんや。うん、そりゃ言うわ。
わしらも人に雇われて動いとる。ただまあ、真島君もそれ知りたいやろな。なやったら、わしから力ずくで聞き出してみるか。あんたもそのつもりで来たんやろ。あれ？なんや、真島くん。どないしたんや。俺は店ん中で客殴られへん。なあ、それ。この店の支配人としての流儀や。なんやなんや。あんたほんまにわし好みの男やな。せやけどどないしよ。真島くんの流儀も大事や。けどわしもはよ、あんたとやり合わな。もう収まりつかんで。せや。そしたらこないしょ。ちょ待って。あ、もしもし、警察でっか。わし、キャバレーグランドの支配人ですわ。何？今、頭おかしなったヤクザが店でドス抜いてますね。全然客やないです。強盗ですわ。早う助けに来てください。何考えとるんや、お前。これでわしは客やないっちゅうこっちゃ。札も認める立派な強盗やで。支配人言うたことで強盗まで殴らんちゅう流儀はないやろ。大事な店を守るため、はよ遠慮せんとかかってきてや。真島くん、わしゃもう仕事抜きや。楽しませてもらうで。そこまで言うんやったら突き落たる。俺も仕事抜きや。そな行くで、真島くん。がっかりさせんなよ。Yeah.
ったって。こんな初めてや。しぶとい男やな。警察や、そこを動くな。なんや、もう時間切れかいな。サツの旦那方、わしがこの店を押し込んだ強盗ですわ。エロ、お騒がせしましたな。はあ、なんやそれ。待てや西谷、お前らが女狙う理由は何や。どっからの命令や。それは次会うた時のお楽しみや。お前はもうわしの獲物やで、真島か。ったく、なんなんやお前。とにかくこっち来い。あの支配人、何があったんですか。貸し切りのお客様は。貸し切りはしまいや。え、あんなにお金いただいてるのにもう。ええから、お前は札の応対しとけ。他の門には開店準備させろ。今から通常営業へ。わかりました。準備でき次第店を開けます。支配人はそれまでどうされてます。せやな、店開くまで事務所におるわ。何かあったら呼びや。はい。
佐川藩。よう、邪魔してるよ。いつからここに。札が店に入ったすぐ後だ。にしてもずいぶん騒がしかったな。え？それより真島ちゃんよ、お前仕事終えたら電話しろっつったろ。仕事？牧村誠だ。やったんだろ、ニュースで見たよ。蒼天堀に浮かべるなんて随分派手じゃないの。なんですぐ連絡してこなかった。ほうれん草はどうした。うっかりしてたんや。これから連絡するとこやった。はあ、うっかりね。でも妙なんだよな、例の女の死体。俺はなんか腑に落ちねえんだよ。え？お前さ、なんでわざわざ死体の顔潰したの。そのくせ死体には女の働き先の服着せたままだ。死体の身元隠してえのか隠したくねえのかよくわからねえじゃねえか。妙だよな。人を殺したんは初めてやったんや。自分でもよう覚えとらん。気が動転してたって？はあ、ま、そういうこともあるのかな。どうでもええやろ。それよりももう仕事は済んだんや。これで東城会に戻れるっちゅう約束やったで。島野の親父になしつけてくれるんやろな。その前にもう一つ聞きて。さっき店で暴れてた男、お前あいつと何揉めてたんだ。あいつは西谷って男でな、あれでも俺と同じ近江連合のじきさんだ。鬼人会ってな。近江連合の。ああ、近江の中にもいろいろあるがよ、鬼人会は他の誰ともつるまねえ跳ねっ返りだ。どこの縄張りだろうと好き勝手やらかす蒼天堀のトラブルメーカーってやつだ。ま、俺は嫌いじゃねえよ。ただその鬼人会がなんでお前にちょっかい出してきてんだ。連中と何があった。店ん中で暴れただけや。ええ酒飲み慣れてなかったんとちゃうか。そっか、まあ西谷のやりそうなことではあるか。ならいいんだ。ただこの前からお前の動きが妙でさ、なんか俺に隠してるんじゃねえかと思ってね。何を隠しとるっちゅんや。気悪くすんなよ。そうだよな、お前が俺に隠し事なんかできるわけがねえ。もしそんなことすりゃどうなるか身に染みて分かってるはずだもんな。よし、そんじゃ島野の兄弟とはなしつけとくからよ。それまでしっかりこの店儲けさせてくれやな。
あ、支配人さん、待って、ちょうどよかったよ。お前、雀荘の闇医者か。李さん、どこにいる？私、李さんに急ぎの用ある。急ぎの用？薬届けたい。李さん、痛み止めの薬切れる、取りに来るって言ったのに全然来ないよ。あんた、リーと会う約束してたっちゅうことか。リーさん、何かあったか。私とても心配してる。リーさん、どこ？落ち着けや。ちょうどリーと話そう思うとったとこや。わかった。そしたら俺がついでに届けたる。あんた、今薬持っとんか？あ、あるよ。痛み止めの薬、これね。でも急いであげないと。薬切れると打たれた傷の痛みひどい。多分動けなくなるくらい。お願いね、支配人さん。
おう、お前無事やったんやな。ああ、こっちも異常ないな。ん？ああ、別にないな。ならええ。あんたに預かりもんや。なんや？痛み止め屋とジャンバレアの闇医者がお前に渡せ言うとったで。ふん、こんなん別にいらんけどな。うん？それよりどないやった？電話の男とグランドでおたんやろ。あの、何かあったんですか？電話の男って。まあちょっとな、お前は気にせんで。それよりリーさん、なんで私に何も教えてくれないの？なんでと、お前急にどないした？全部私が狙われてるせいなんでしょ？だから二人でいろいろ動いてるんでしょ？だったら私にも何か手伝わせて。ただずっとここにこもって守られてるだけなんて。私、ホグシ会館でお前をさらいに来てヤクザらがおったやろ。え？電話の男やユータンはそいつらの頭で西谷って男や。鬼人会いう組率いとる。そいつがお前を渡せ言うてきたんや。それで？俺がさっき会うてきた。お前を狙っとる理由聞き出そう思ったんやけどな、その前に札に連れてかれてもうだ。警察に？西谷も俺の雇い主の佐賀いう男も元をたどれば同じ近江連合や。どうやら近江の中でも牧村誠をさらう派と殺す派で別々に動いとるらしい。西谷はさらう派、佐川が殺す派ちゅうことか。せやけど今一番の問題は佐川の方や。あいつは多分俺がみすみすこの子殺さんかったこと感づいとる。なんやと？ほんまか？お前らはすぐ蒼天堀から出た方がええ。ここも佐賀に見つかるが多分時間の問題や。リー、どっかこの子連れて逃げる当てないか？まあないこともない。せやけどどこまで逃げてもヤクザは追ってくるで。この子はいつまでビクビクせなあかんねん。俺が何とかしたる。とにかく今町を出る。あなたは一緒に逃げないの？俺はこの町に囚われの身や。一緒におるとかえってあんたらが逃げきれんようになる。しゃあない。誠、ここ出るで。あんまり時間もないようや。え、他にも誰か？なんでお前、まさか俺のことつけてきたんか？リーさん、あなた前に私に教えてくれた。え？あなた言ったよ、日本で生きる中国人とっても大変だから、私たち助け合う。でも最後に自分守ってくれるのはやっぱりお金ってリさん言ってたから、許してくれるよね、リさん？おんどれ、わしら撃ったんか？こいつら佐賀の手下。
用が済んだらもういらんちゅうわけか。普通やないでこいつら。リー、その子を見とれ。こいつらには今まで散々世話になっとるんや。マコト、こっちや。行くで。中国人同士の絆より金か。わしは確かにお前にそう言うたな。せやけど死んだらせっかく手にした金使えんやろが、ダホ。リさん、リー、まだ終わっとらんで。他にも佐川の手の者が駆けつけてくるはずや。そいつはほっとけ。あんたを裏切った男やぞ。おい、どないしたんやり。このままほっといたらこいつ死んでまう。助ける言うんか。お前、誠を連れて早ここを出ろ。わしはこいつをジャンバラヤに連れていかな。後で合流する。お前は誠と一緒にほぐし会館に行け。ほぐし会館なんでや。誠を連れながら歩いて逃げきれんやろ。車がいる。ほぐし会館の前に店の車止めとるんや。な、何が起きてるの、リーさん。誠、すまんが、わしは。リーのおっさんは後で合流する。お前のことは俺が守ったる。急がで、すぐに他の追手が集まってくるんや。全部私のせい、ごめんなさい。私のせいでごめんなさい。泣くことあらへんがな。お前は何も悪ない。誠を頼むで。分かっとる。行くで。お前ら佐川に伝えるや。俺らはこの町を出るで。どないした、早うかかってきたらどうや。俺を止めてみろや。Yahoo!
行くで。また私のせいでみんなを巻き込んで。お前のせいちゃう言うとるやろ。怪我ないか？大丈夫。あなたは？平気や。おい、リーさん。無事やったか？早かったな。あの闇医者は？大丈夫や。仲間が見とる。それより車や。まだ追っ手が来るかもしれんのやろ。うん。車はあれや。ちょ待っとれ。こっちや。
なお、お前さ、ひどいよ。なんで俺に嘘ついちゃうの？悲しいじゃん。俺にこんなことさせんなよ。今度は俺もちゃんと約束守るつもりだったのによ、うん、女殺したら島野んとこに戻してやるって約束したもんな。なのになんでこんな真似すんの？嘘つかれたらお前のこと助けてやれないよ。もう殺すしかなくなっちゃったよ。でもいいよな、二人一緒に殺してあげるから。桐生が抜けた堂島組では幹部の筆頭だった久瀬に代わり、堂島組若頭補佐太平一課組長阿波野弘樹が新たに台頭していた。阿波野は立花不動産が持つ空の一坪の情報を奪うべく、桐生に立花の身柄を引き渡すよう迫る。頑なに要求を飲まない桐生に対し、阿波野は堂島組を挙げて包囲網を狭めていった。桐生は兄弟分である錦山の助けにより神室町を脱出するが、その錦山とも決別を余儀なくされる。東条界最強といわれる堂島組との対立が深まる中、それでも神室町へと戻っていく桐生。そこには桐生の首を狙う強大な力とわずかな仲間とが待っているはずだった。